あのー、私の父親というのは男4人の兄弟の長男なんですよで下3人はというとみんな大きいんですよ私、あのー、昔の人間なのに敷居に頭がついたってのは大きいですよねええー、170何センチかあったんでしょう3人とも海軍父親は小さいんですよね私だから父親に似ちゃったんだでうちの私の弟はあのー、そっちの方にいたんでしょうねおちんのおのでかいんですよ180何センチみんな大きい人だねってびっくりする うんだから私とねこう弟がいたりするとねあの小倉智明ちゃんなんか私に言ったもんね「ねえ純ちゃんさ本当に本当弟さんと信用しないんですよこんなに違うから二十何センチも違うから」で。で実はがそれはそれとつく人いて実はその三人のお父さん戦争で亡くなってるんですがもともとはね、あのー、父親の後を継いでうちのはそは会社やってたんですがね戦争がだんだんとね、あのー、すごくなってきたそんな時に三人はもう軍に入ってた。 で3人とも大きくて寛容だったんですが3番目のおじさんっていうのはすごい優秀だったそうですよ独学でもって英語をしたのになんと通訳ができたってうんですから文章書きだったらでそれすごいですよねで学校で教えたって言うんですよでおかけにね中学校行って英語を教えてですよであの警察行って剣道を教えたって言うんですよねでもすごく穏やかでおとなしい人で綺麗な顔してますよ本当にこのおじさんは素敵な人だった性格も良くてね例えば酒もタバコもやらない で、その分どうしたかというと使いもしないでそのお金をね自分がたまたたまま知っってていいる貧しいうちに匿名で送ってたんで送んすよね。戦争が終わった時にその貧しかった家がそれを知ってリヤカーに野菜を摘んでね泣きながら来たそうですよ調べて分かったうちで家族を助けてくれたのはあなたのところの正蔵さんでしたって言うんですよねでもその時でにお医者は亡くなってましたよお医者は全員を助けたんですよね船でじゃなぜかって言ったらば戦争の末期 もう日本はこれダメになるんで優秀な頭脳は取っておこうと特に海軍には優秀な頭脳があったんですよ。おじさんは無線であの日本で一番の,その勲章をもらってますからねそれで英語はできるしそった剣道もできるし他も優秀だったそれから押し花なんかして植物もよく知ってるんですよ。不思議な人なんだ穏やかでねそれでこの土地にはこういう何があってって手紙は残ってますよ。ところがそういう人だからあんたは日本に残ってくれてたんだけど自分の戦友が 最後戦争行っちゃみんな死んじゃうもんだから多分我慢できなかったんでしょうねおとなしいけれどもひこつのある人なんですよ、うん、何しろ自分の部下は殴んなかったそうだからなだからすごい人気があったんで上官がやっかんでね稲が「お前は部下の殴り方は知らないそうだな」はっ」て言ったらば「俺が教えてやから来い」それで小道士さん行ったわけですよ。それでこう足下めて上下かめて「いいかいいな」はい」バカーンって悔しいから。 ボクボココ殴られて、それれででおじさん倒れなかかったそそうですかね。そしたらば「俺でかいしねあだから」そしたらもう向こう手出来たくてよ「よしこれでよかった」と。ありがとうございました」って,って敬礼して何も言えずに出てきたそれで戻ってきたらばあの弊社建物の中廊下があって弊社がザーッて並んで全員が泣きながら声祭したそうですよ敬礼してた自分たちをかばってくれて殴られたでみんな泣きながらダバーッて涙をこうして敬礼したってうんですよでその時に「お何やってんだもう寝ろ」っておじさんが言ったっつんですよね おじさんが亡くなった時、まあ、その時もそうなんですがその部下たちが来てうちのおばあちゃんにね「自分たちは幸せになります」「自分の上官は素晴らしい人です」っ言ったんですよ。おじさんそれ行かなくていい特殊任務でもってそれインド洋だったんですね行ったんですねでも誰も知らなかったで敵と向かって撃ったそれ撃ったらば向こうの船が高山の旗上げたんですスーッと上げてったんで撃つのをやめたらシュッと引っ込めてドカドカドカって撃ってきたんですよ。汚い手使ったわけだ。 おじさんは無線でずっと撃って全部逃してで日本の,その味方の船が来てその船に船沈められたんですが最後船に残ったおじさん一人だけでその船のねその一番の,そのブリッジ立ってたそうですがねそれがどういうことかというとおばあちゃんがそやっぱり一番自分かわがっていた一番自慢の息子が戦争行っちゃったそれもどこ行ったかわからない行かなくていいはずだったのにもう行ってしまったしつらかったんでしょうね,ねええあまり話もしないし。そのおばあちゃんが あの、ある日なんですかねうちの母親に一緒に暮らしてましたからねあの父親と母親もその時は夫婦になってましたからその時にうちの母親に「門の外に男の人が来てるから見に行ってくんないか」ってすごい顔で言ったそうですよ。うちって門から玄、ね、関まで距離長いんですよあの道みたいな庭で長い庭で。何を言ってんだろうと思ったけどまあ一応しょうがないわ。ねえおばあちゃん言うことだから「はい」っつって嫁ですから行って「門のて見たら誰もいないんであの誰もいませんでした」って黙ってんだそうですよ。 また何日かしがたったらはね、ね庭にね男の人が来てるんだよ見に行ってくんないかいってすごい顔で言ったそうですよ一体、うん、何を言ってんだろうと思ってで玄関を開けてみたら庭には誰もいないんですよね誰もいませんよって言ったらああって黙ってなそうですよでうちの父親にねどうもお母さんは年上のおばあちゃんね様子おかしいとああそうかもう二人亡くなってて食屋持ってきて一番大事にした肖像画行っちゃったんで 多分ショックで少しおかしくなっているのかなと思ったんですよそうなる人なんですがねおばあちゃんがすごい叫んだんですよ珍しく叫ぶ人がね私おばあちゃん叫んだの一回も聞いたことないんですよ子供の時に、ね、そのおばあちゃん叫んだんですよ来てくれよ玄関に制服を着た男がいるんだよて見てくれよってすごいんだそうですよどうしたんだと思ってびっくりしてはいっつって玄関に行ったら誰もいないんだそうですよ誰もいませんよってったらこう震えながらバーって真っ青の声をしたんだそうですよ 玄関のところ、ね、開けたんとか誰もいなくてまっすぐそろってこうやって。それで、4月にいたら突然「ああだめだ入ってきちゃったよダメだよ」制服のとこ入ってきちゃった母親びっくりと思って「はい」っつってダーッて開けたらは玄,いい、ね、玄関の前に来てたで入ってきちゃったで父親にとうとうこういうこと言い始めたってそうかーそれは尋常じゃないんだって話になったんですよね。 そしてまた日が過ぎたたたがんんでですすよよ郵便来ね制服を着た兵隊さんなのか郵便局の人は知らないけども制服を着た人が持ってきたのはなんとおじさんの戦死の通知だったんだそうですよ。でその戦死の通知が来る前なんですがねあまり様子がおかしいもんですから父親がね一体どうしたんだって聞いたんですよ。というのは朝父親と母親が2階から降りてきた。 外、下でね朝まだ早い時間なのに布団でピ、ね、シャーンとおばあちゃんが座ってる「入ってきちゃったよ」って叫んだりしたもんだから言って、なんだろう?」ってっ黙ってんだそうでしょじーっとしてる「どうした具合でも悪いのどうした?」って聞いても黙ってて「どうしたの?」って聞いたらばふっとかめて「肖像死んだわ」って言ったってんですよ自分が大事に思っている一番愛しているその自慢のせがれ母親がでしょ まかに間違ってても死んんだななこと言えるわけがないそれが「肖像死んだわ」って言ったんで私の父親もね母親も「あーとうとうおばあちゃん神経やられておかしくなったんだなと思った」それで父親の方が「一体何があったんだ」って聞いたら「肖像が昨日挨拶に来たんだ」って言うんですよ。挨拶に来たそれはどういうことだって聞いたらば「海がどこまでも青いんだ」。はどこまでも青くて 海と空と空の境目が全くく見えないくらいらだそこに船がもう1層だから3センチぐらいですよ置いてる霧全部沈んじゃってるそこに白い海軍の服を着た肖像が立っていて拳銃を持ってたってみんなにそれで自分に別れの挨拶をしたでダーンって音がしたんだよって言ったんですよあんまり話がリアルなんでええー、と思ったところが実際なくなってるんですよねそして実はその時にあの助けられた兵士 全員が助かってるんですよ。何人かけ我してなんかしてるんですがおじさんの起点でで助けられて国で送逐してくれたんですねおじさんの場合はあの英雄ですからそしてその助けられた人たちが言ったのがインド洋だっ言った言ったセリフというのが海があの日晴れ渡ってどこまでも赤かったそれはどこまでも青いしその青い空と青い海の境が見えないくらいでで、敵と戦った時にその敵がね白旗あげたんでこっちらやめたらば打ち返してきたんだと。 で慌てた時に通信して船がどんどん沈んでいくんでみんな船出た敵のねあの船に対して味方の船がやってきてそれで向こうを撃ったでその時に見たらば最後に最後まで沈んでいく船の中で無線撃っていたおじさんが船のとこ立ってこうやってみんなの前に向かってで計量したんで「いながー!」って戻ろうと思ったの「戻ってくるな」っておじさんが言ったんですよ「じゃあお前泳いでくるか?」って言ったら「もう泳がない」って言ったんですよ「いながったら「いいから行け」いいから行けよ」って言って あのおじさんが本当にごく普通に穏やかな顔をしてみんなを変わってふーっと見送りながら銃声がしたって言ってみんな泣いたって言うんですよねなんとおばあちゃんが夢を見た時間というのがインド洋でそのおじさんが亡くなったその時刻だったんですよおじさんが亡くなる前からおばあちゃんは予知してたんですよね私もそんな経験があるんですが人間ってのはね予知能力って ありますよ甘いものがどん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 進化していったりなんかする AI も結構ですがねそうするときっと日本,日本人に限らず、まあ、あの外国人も特に日本人はあの感覚強いって言われますがねおそらくそういう磁場を失っていってしまうのかもしれないですね。それじゃあまたいつかこの場所で赤い半天 こだこだこ変だ,だな変だな変だないるんだろんおい,おい